はい、こんにちは。6回目です。1回目はダウンの話ね。2回目はダウンアップで引く話。3回目は、ピックの持ち方。4回目はダウンアップで左手とタイミングを取る話。5回目は左手の押さえ方、指の形の話をしまして、6回目はダウンアップで、スケールを引きましょうということで、弦の移動の話をしないといけないんですが、移動した先の音がダウンになる場合は、そんなに難しく考えなくても自動的に勝手にみんなできると思います。移った先がアップになる時に少し動きを考えないといけないんです。ダウンアップで弾く時のダウンの弾き方は3種類ありまして、まず前から言ってるやつですね。普通に下で止める弾き方、こういう感じです。まあ、同じ弦でこう交互に弾く時とかに使いますね。で、今度は下の弦を飛び越す場合、ソをダウンで弾いて、今度レをアップで弾く時とかね、こうここで止めちゃうとレが弾けませんので、こう素早く飛び越えて、こういう感じですね。3つ目はその逆です。レをダウン、ソをアップ、これは難しいですね。こう弾いてすぐ戻しますね。できるだけこう小さく、まあ下までやってしまうと次戻れませんので、できるだけ素早く当てて、戻します。よくこれやるとき2本弾いてないやないかとかよう言われるんですけど、そんなん気にせんでいいですので、ちゃんと音が強く弾けばちゃんと鳴りますので、こういう風に素早くね、元の場所に戻す弾き方です。はい、それでは波長調の練習をします。まずドレミファといきますね。ドー、もう一回、もういきなりこうドーから次レ飛び越しますので、ドーの時に大きく振りますね。大きく振って弦を飛び越えて、レをアップで返しますので、ミは普通に下で止めますね。はい、ここまでです。ドだけ大きく振って、でミは下で止めますね。でこの時にこの大きく振った音と下で止めた音ね、この音とこの音が違わないようにね、こう、はい。で今度逆戻ります。ファミレド、この場合ファミレド、ファは普通やけど、レがレを小さく振って戻しますね。素早く弾くとこうなるんですけど、このファの時は下まで当てますけど、レは下まで当てませんので、ちょっと 弱くなりがちになりますので、しっかりこのファの音と同じぐらいの音が鳴るように頑張ってください。はい、で順番に上ります。次ソを大きく振りますね。ソでレも大きく振ります。高いドから戻ります。ダウンからスタート。この場合はダウンなので、まあそんな気にせんで弾けると思います。はい、上る時だけこの薬指の音ですね、このドの音、ソの音、レの時に弦を飛び越えますね。戻る時も実はこう来て、ミのアップを大きく飛び越えてるんですけど、これはまあ普通飛び越えますわ。特に練習せんでも、次レをダウンで弾こうと思ったら絶対大きく戻るはずなので、そこはあまり気にせんでいいんじゃないかと思います。今波長調でやりました。今度都長調ね、ファーがシャープでソーからスタート。上りは普通ですね。ダウンからこういきます。で今度戻るときね、ソーファーミーで、このミーからレの動きがこう小さく戻すパターンね。こういう感じですね。その3種類ね、ダウンの弾き方です。普通同じ弦の時は下で止めますね。で弦を飛び越す時は大きく振ります。で手前の弦に戻る時は小さく振ります。
でいずれの場合もあの音色がね同じになるようにしてください。で、2本とも当たってないやないかとかいうのはあんまり気にせんでいいです。あの出てくる音が同じになればそれであの結構だと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。